電化株式会社近江工場は、1912年、大正10年、糸魚川の地に小滝川発電所の竣工を待って操業を開始しました。電気炉を利用してカーバイドを製造するためには、良質な原料とともに安定かつ安価な電力が必要であり、自家用発電所の建設は必然的なものでした。小滝川発電所は当社で最も古い水力発電所で、発電機は三相交流発電の技術を確立したことで知られるアメリカのウェスティングハウスエレクトリック社製。水車はスイスの機械メーカーエッシャーウィス社製で、珍しい木造の建屋は今も健在です。1923年には大所川発電所を建設し、肥料の需要拡大に応えました。大所川発電所の建設は舗装道路も輸送用トラックもない時代、鉄道で糸魚川駅まで運ばれた変圧器や発電機、水車は山道を切り開き、100人を超える人が引いたり心を敷きながら運びました。1932年、金融恐慌などの影響で経営危機に陥っていた当社は、日本海電機、現在の北陸電力の傘下にあった黒部川電力に当社が保有する発電所を現物出資して共同経営者となることで経営危機を脱し、黒部川電力の姫川第六発電所の電力も継続的に利用することができるようになりました。その後は1938年に大網発電所、1939年に大見川発電所、1964年には横川第二発電所、横川第一発電所を建設。また準自家用発電所として黒部川電力も滝上、長戸が、笹倉第二、北小谷発電所を相次いで建設。近江工場は水力発電所からの受電電力が約12万キロワットに達し、国内有数の電力保有企業になりました。当社の水力発電所の多くは北アルプスを背後に控え、日本でも急峻で知られる姫川水系とその支流にあります。過去には風水害や土石流、大雪による災害が何度も発生し、発電所や変電所、水圧鉄管も大きな被害を受けてきました。しかし水力発電は地球温暖化防止に効果のある再生可能エネルギーであり、当社ではこれからも水力を有効に活用し、クリーンエネルギー拡大と環境保全に努めていくとともに、今後も地域の皆様と固い信頼関係を築きながら共存共栄を図ってまいります。近江工場の歴史とともに歩んできた水力発電所、これからも科学と自然の調和を大切に、次の100年に向けて歩み続けます。